そうなんですか。どういうことですかそれ。はい、人造人間19号くんです。本日は天然豚骨ラーメンの一蘭さんにやってきております。人生2度目の来店ですね、はい、いや相変わらず席が狭い。よかったですね、軌道に乗って。何人ぐらいいるんですか。これはですね、先月転職したばかりの元同僚から新しい職場の雰囲気について聞いてるところですね。全部で100人ぐらいいます。個人ごとに目標を達成、目標とかもらえます。はい、あなたは今日給料もらう対価としこれだけの件数を楽しくやる。それはどういうことなの。ちなみに1日何件ぐらいなんですか。最低でも30件超ぐらいだから。あ、そうですか。1時間は4から5です。はい、こちらお待たせいたしました。はい、一蘭さんはとにかくラーメンが出てくるのが早いです。注文してから5分ぐらいで出てきますね。それでは失礼いたします。一蘭のラーメンはとにかく高い。この通りですね、具は全く乗ってなくても1000円ぐらい取られます。超強気の値段設定です。細麺ですか。細麺ですね。あの福岡のあれですね。少ないですよ量ここ。だから替え玉で行くしかないっていう。替え玉5回ぐらいするから。替え玉出てるじゃん。どっかでバレます。絶対バレますね。はい。あれ去年に決めなかったっけ。なんだよ。もう声かけられた時点でアウトですよ。届けちゃう。はい。どうですかお味は。美味しいですよね。そんなに美味しいです。そこまで美味しいですか。あ、美味しいです。嬉しいです。たまに食べ過ぎて胃の調子がいまいちの出てきて、辛さが控えめにしました。あ、そうなんですね。あえて。なんで食べ過ぎなんですか。美味しいからですか。特にあのストレスとかそういうことじゃない。育ち盛りですね。ストレスはないですけど、純粋にあの目が疲れるとか。ああ。それはまず純粋な疲れはありますか。ああ、ショーム。いいのでしょうか。あ、大丈夫です。ありがとうございます。しょうがないな。生姜はオプションで頼んだんですよね。あ、すごい香りが。いい香りが。こういう色の生姜見たことない。そうですよね。ね、カップラーメン食べたことありますか。この一蘭のあるかな。美味しいんですよ。500円の。あ、500円、超高級カップラーメンなんですけど美味しいですよ。はい、しかも具ないんですよ。具ゼロで500円取るんですよ。食べる時とかいまいち元気出ない時も少々ね、金値が張ってもやったらね、そうですね、食べる方がいいっすよ。そうですよね、うん。失礼いたします。替え玉ください。じゃあね、ありがとうございます、はい、それでは少々お待ちくださいませ、はい、失礼いたします。チャルメラの音楽は鳴るんです。都度は鳴るんです。替え玉上から降ってきたね。それいいっすね、無駄なくていいっすね。はい、落としたらおしまいって。ファッションですね。その発想すごいな。考えたことなかった。疲れてんでしょ。そう、疲れてるでしょ、だいぶ。体もね。はい、あ。心は大丈夫ですか。うん、心は別に普通だ。あ、じゃあ何よりです。ありがとうございました。うま。夜中におしっこで2回ぐらい起きると。あ、そうなんですか。膀胱が硬いんですか。
そこまで旅行だブースにしてお薬を、昨日、楽天市場のために使用してあ、そうなんですね。そのまま失礼いたします。こちらお待たせいたしました。ありがとうございます。それでは失礼いたします。はい、替え玉がすぐに来ました。替え玉はちなみに210円です。父親と兼業のまま、あ、いいですね。朝まで爆睡したいですよね、できたら。どういうことね。ああ、微妙な時間に目覚めた。3時とかですか。そうですね。微妙な時間に微妙すぎますね。だと疲れ取れないですよね、2回も起きてたら。これからに来るですね。明日からだいぶ時間経ってます。もう4年ぐらい経ってると思うんですけど。お父さんもお母さんも元気ですか。あ、いいですね。さすがにお母さんももう働いてないでしょ。一応まだやってます。あ、すごい。なんか引き止められるぐらい。すごすぎません。御年77歳ぐらいですよね。もう来年80。すごい、すごいですね。そうなんですよ。結構洗練されてると思いますよ、このスープとか。ラーメン一蘭さんは本当スタッフのね、教育が行き届いてるんですよね。でもね、この時の人造人間19号くんは、あー狭い、超狭いともがいているところですね。お疲れ様でした。うん、はい、ありがとうございます。ラーメン一蘭さんの評価は、味100点、接客100点、値段マイナス70点、席の狭さマイナス120点、トータル10点です。幅がね、幅がもう60センチぐらいしかないからさ、デブにとってはもう地獄の狭さですね。今回も人造人間19号くんのチャンネルご視聴いただきましてありがとうございました。また近いうちにお会いしましょう。バイバイ。